こんにちは、三蔵です。8月といえばお子さんにとっては待ちに待った夏休み、大人の夏休みといえばお盆の期間ですわな。そこで今回は初盆の準備とマナーについてお話しします。この動画を見ればお盆、初盆に必要な知識がまるんとわかりますよ。最初に初盆とは何か、その後初盆の準備やら服装やら、招く側、招かれる側に分けて詳しく説明するんで、ぜひ最後まで見てちょうだい。初盆とは人が亡くなってから四十九日が明けた後初めて迎えるお盆。もし四十九日までにお盆が来たら次の年が初盆です。例えば今年の7月にお亡くなりになったとしたら、初盆は来年のお盆ということになりますね。宗派によってはいろんな考え方、しきたり、行事の仕方がございます。ここでは一般的に皆さんが行っている初盆のお迎えの仕方をお話しさせていただきます。お盆には亡くなった人が家に帰ってくると言われています。特に初盆は個人が初めて家に戻ってくる時期、言うたら特別なお盆なわけです。特別やからお坊さんや家族、親族、個人と親しかった人を招いていつもより手厚く供養するんですね。お盆の時期は8月と思われがちですが、実は地域によって違うんですわ。昔4月に行われていた習慣が残っている地域もあります。例えば東京や神奈川、静岡の一部と東北地方、この地域では7月13日から16日にかけて7月のお盆を行うのが普通ですね。新盆とも呼ばれているよ。片や皆さんもよく知っている旧盆にあたる8月盆、8月13日から16日でいわゆるお盆休みにあたります。地域によってお盆の行事や風習は様々やけど、個人や先祖をお祭りするという内容は変わりません。お盆の流れ、お盆の大まかな流れも押さえときましょう。一般的な8月盆でいうと、まず盆の入りの13日、少量棚を置いたりお墓参りをしたりして個人の霊を迎える準備をします。14日から15日は個人の霊が帰ってくるとされていて、僧侶に来てもらって法要を行い個人を供養します。法要の後は会食するのが一般的です。そして最後の16日が盆明けですね。亡くなった人を見送ってお盆は終わりです。日付は違うけど7月でも流れは同じ。新盆の地域の人も参考にしてね。次は招く側の準備について、どんなことに気をつけたらいいかをお話しします。初盆の準備で大切なポイントは大きく分けて3つ。僧侶や参列者への連絡、料理と引き出物、その他の準備物。まずはポイント1の僧侶や参列者への連絡。お盆の時期は法要が多いのでお坊さんも引っ張りだこ。ありがたいことに私もお盆はとても忙しい。お盆の直前に頼まれても予定が詰まっててあかん、お断りせなならん、なんて残念な事態も起こったりするんです。そんなことにならんよう僧侶にはなるべく早めに連絡しましょう。あとお盆は予定が埋まりやすいでしょう。学校や会社の夏休みと重なってますもんね。旅行やレジャーを計画するお宅も多いです。だから招きたい人には早めに連絡してあげてちょうだい。都合がつく日程を先に確認してから法要の日にちを決めるという方法もありですね。いずれにせよ時間に余裕を持って初盆を迎えたいものですね。ポイントの2つ目は料理と引き出物。法要が終わった後の会食は家で仕出し料理を振る舞うんが一般的です。
お食事どころみたいなお店ですることもあります。会食に参加しない人にはお弁当を持って帰ってもらいましょう。料理は精進料理を手配すること、初盆ってことを先に伝えたら料理屋さんがいろいろ教えてくれますよね。参列者にお渡しする引き出物も用意しましょう。食品や日用品といった消耗品がいいですね。夏場を考慮して水羊羹やゼリー、そうめんなどがよく選ばれています。どれも涼しげでいいですよね。ちなみに昨日はそうめんでした。参列者には当日お渡しして、参列できなかった方にも早めに送りましょう。送る時にはお礼状を忘れなく。金額の目安はいただいたお香典やお供え物の3分の1から半額程度かな。それくらいがちょうどええと思います。初盆準備のポイント、3つ目、その他の準備物。盆提灯や鐘楼棚、鐘楼間、鐘楼牛などいろいろあるんですけど、あまり馴染みのないものばっかりですな。盆提灯はお盆に帰ってくる個人の霊が迷わないための目印と言われています。初盆で使うのは白一色の白提灯。水色やら黄色やら鮮やかな提灯とは違うので注意をしてください。鐘楼棚は位牌やお供え物を置く棚です。最近やと仏壇の前に白い布を敷いた机を置いて真ん中に位牌を安置するのがセオリーですね。位牌を囲むようにお供え物やお花、線香、ろうそくを飾ります。鐘楼馬はキュウリに割り箸とかを刺して馬の形にした飾り物。皆さんも一度は見たことがあるんちゃうかな。馬に乗って早く帰ってきてねっていう家族の願いが込められています。一方鐘楼牛は牛をかたどったナスの飾り物。お盆が終わってもまあまあゆっくりしてってねと名残を惜しむ気持ちがこもっています。ちなみに鐘楼馬と鐘楼牛はどちらも鐘楼棚に置いといて送り火の時に供養します。長旅をした個人の霊をもてなすために食べ物や飲み物、お花もお供えします。気持ちのする和菓子の落雁、ジュースなどがおすすめ。生前好きやったもんを鐘楼棚にお供えすればきっと喜んでもらえるはずです。仏花はトゲがあるもの、香りの強いもの、縁起の悪いものは避けましょう。お布施についてもお話ししときましょう。初盆のお布施は普通のお盆よりも多めに渡します。地域とか宗派にもよるけど3万円から5万円が相場かな。家まで来てもらうならお車代、会食せえへんのやらお膳料ってな感じでお渡しする金額も変わります。場合に応じて必要なお布施を用意しておきましょう。ここからはお香典と服装についてお話しします。初盆に参列したらお香典をお供えしましょう。お香典の相場はだいたい1万円くらいやけど、年齢とか個人との関係で金額は変わります。親や兄弟、子供なら1万円から3万円、祖父母やったら5000円から1万円くらい、知り合いや友人、仕事関係の人も5000円から1万円程度かな。同じ立場の参列者と相談をしてお香典の金額を合わせとくと安心ですよ。金額を決めるとき注意したいのが会食に参加するかどうか。会食に参加するならお膳代として5000円から1万円ほど上乗せがいいと思います。仏式のお香典の表書きは御仏膳、神式ではお玉串料、御神膳、どの宗教や宗派でも使えるお供物料と書いておくと間違いなくていいですね。葬儀や法要で使う不祝儀袋の水引きは全国的に葬銀、告白、愛銀が基本。関西では紅白、紅銀の結び切りがメジャーですね。初盆法要に参列するとき、どのような格好で行ったらええか悩んでる人も多いんとちゃいまっか。場にふさわしい服装を選びましょう。案内状とかで特に指定がなければ喪服や礼服にしましょう。スーツを着る女性はジャケットの中は白無地のシャツ、
スーツの下はスカートでもパンツでも構いません。制服という指定があれば黒やグレー、紺といった落ち着いた色のワンピースがいいでしょう。それか白のブラウスにモノトーンのスカートやパンツを合わせてもええと思います。暑い時期やけどあんまり肌は見せんと半袖とか七分丈とか節度ある服装を選んでください。ストッキングは黒か肌色、靴は黒のパンプスが無難やろね。ピカピカのエナメル素材とか露出の多いサンダルとかミュールは避けてね。足全体が隠れるパンプスを履くのがベストやと思います。アクセサリーはパールのネックレスとかイヤリングくらいかな。メイクもあんまり派手にならんよう気をつけましょう。法要ではなるべく着飾らへんのが基本なんですね。男性も中に着るシャツは白無地を選んでください。ネクタイは黒でなくても構わへんけど色柄のあるものは NG。 グレーとか紺とか地味な色の無地がよろしいです。靴下は黒色が基本。初盆の法要は家で行うことが多いから靴下が派手やったらちょっと不謹慎ですわな。靴も光沢があるものを避けて黒色でまとめましょう。ネクタイピンやカウス、そういった装飾品もマナー違反です。服装選びで迷った場合は事前にお施主さんやご遺族、参列する人に聞いてみるのもええと思います。今回は初盆の準備とマナーについてお話ししました。まあ初盆も普通のお盆も盆の入りから盆明けまでの流れに大きな違いはありません。ただし初盆は気が明けて初めての本格的な法要なので悔いのないようにしっかり準備して執り行いましょう。今回の動画が初盆の法要を行われる方、初盆の法要に参列される方、皆さんのご参考になりましたら三蔵も嬉しゅうございます。これからも葬儀やお見送り、人生の在り方など様々なテーマで皆様の疑問の解消や日々の暮らしに役立つ情報を短く分かりやすく発信していきます。この動画が少しでも役に立ったという方はご評価とチャンネル登録をお願いいたします。三蔵の励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。